皆さんこんにちは、こんばんは、くるくるクールです。今日もマリオメーカーやっていくールということで、まず大ちゃんさんという方ですね。50秒スピードラン遊んでみたいと思います。クリア率約 3%。 サムネを見た感じ、最初のハテナブロックの位置が結構高い位置にあるんで、他のスピランとは勝手が違いそうな気がしますね。あ、で、どうすんで叩きにくい。スピンジャンプ、スピンジャンプ、スピンジャンプやって走っていけば大丈夫。はい、ここはヒップドロップが早いかな。スピンして、なんか失敗しちゃった。かぶれる、かぶれないかな。ちょっとズルしていこう、せっかくだからね。ただタイムロスが痛い。残り24秒、間に合うか。今ので5、6秒ロスしてますからね。これは壁キックの方が早いね。下登っていくより多分間に合うかな。全部倒せた。今のタイミング、ブラックパックを倒すのが遅くなっちゃうと上の段にいるやつが倒せないんで、早めに倒してやった方が良さそうです。タイムは結構余裕ありましたね。さて、これでまず1コースクリアしました。次もスピランやっていこう。50秒スピラン、ベストタイム33秒。はい、まああと5秒ぐらいは余裕で縮められると思うんですけどね。はい、次のコース選んでいきます。はい、お待たせしました。次はこちらのコース遊んでいきましょう。同じ方の70秒スピードラン改良ということで、クリア率今度は 1%。 さっきより結構難しくなってるみたいですね。やっていきましょう。どんなコースかな。ここは入って左側に行ってみる。行き止まり、あ、行き止まりなんだけど、あの赤っこい取れそうな気もするけど、戻ってくる感じなのか。まあ、今度は素直に右側行ってみましょう。おっと、びっくり、スピンジャンプでした。なんか外、今ね灯油販売の車が走っててうるさいんで、マイクに音拾われちゃってるかもしれないんだけど、申し訳ない。なんでここでヒップドロップ出るかな。最近変なところで押しちゃうことが多いんですよね。タイム的にはどのぐらい余裕があるんだろう。ベストタイム見るの忘れちゃった。これは変にヒップドロップで転い、あー降りないでって言おうとしたらミスしちゃう。三段ジャンプか。上のブロック気づかなかった。とりあえず様子見てこよう。三段ジャンプからの届かない、くるりん入れんのか。うるさくてなかなか困っております。撮影するときにクッションだよね。壁ずりしちゃってるな。これはあんまり良くないけど、とりあえず進んでいくぜ。残り52秒、間に合うのかな。はい、これはかぶるんだよね。失敗した。かぶるんじゃないのか、投げるのか。これでいいかな。ブラックパーク君倒して、鍵ドアじゃないね、普通のドアだけど。おー、びっくりした。三段ジャンプだ。三段ジャンプ失敗したけど、まあいいか。ついでにバネも変な動きしちゃったけど許して、ちょんまげ。バネに弾かれない。ここは三段ジャンプしないとダメだね。で、ここスタート地点か。最初戻って、最初に入ってきちゃったところ、すぐ鍵ドアがあるはずなんで、お邪魔しまーす。そしたら壁キック、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 あー、ここでやられるスタイル、もったいねー。でいいか。よし、でもタイムはあんまり変わらないな。ベストタイム持ってるのが確か浅川さんだったような気がする。浅川さん最近キャスのやりすぎでね、ガチ勢になりつつあるように自分は感じてるんで、ね、なかなか浅川さん超えるのは大変だ。G2-3 ガリアン。よし、ここまではいかんし、ブラックパックン倒して、もうスピンジャンプで降りて、のトゲもくるりんジャンプでかわしていきましょう。普通のジャンプでも多分届くけどね、安全第一。残り53秒でパック。ここが
ね、なんかうまく登れないんだよね。で、またかぶれなかった。かぶりたい。後ろからワンワンが引っ掛けてくるけど、落ち着いて、かわしていくスタイル。うまく登れなかったけど、まあいいか。ここでメットかぶってると安全なんだよね。今のかなりギリギリだった。危ない。3段目のジャンプの踏み切り位置が、峠のところにもうかかりかかってた。赤扉、お邪魔しまーす。次なんだっけ、壁登りか。この壁登りが難しいんだ。ほい、あー、届いた届いた。次、次は？あ、空中バレーじゃんか。で、次は？ゴール！まさかまさかの最後に、3段ジャンプじゃない空中バネジャンがあるスタイルクリアできてよかった。70秒スピードラン改良クリアしました。ありがとうございました。こちらのコースちょっと覗いてみましょうかね。コウタロウさんのサブアカパーパー VS 砲台クリア率 2.4%、タックマンさんがクリアしてるのかな、ベストで。早速遊んでいきましょう。なんかもうパーパーはトラウマ界のなんていうのかな有名な言葉になっちゃったけど、なんじゃこりゃ、なんじゃこりゃ。砲台が雲で動いてるのか。これ難しいな。うまくできれば気持ちいいのかもしれないけど、これ何パーパーぐらいいくかな。5パーパーじゃ済まないな。クリア率 1%。 これ詰まっちゃうな。時間制限はないみたいだけど、これ下行ったらやられる。上行かないとダメだ。で、サムネの最後で赤砲台も見えたでしょ。あそこまた何か仕掛けがあるんでしょうね。さて、そろそろクリアしたいぞ。いつまでもね、同じコースやってられないんで。いい感じ、いい感じ、いい感じ。上行く、上。上行かないとやられる。ほらー、来たいいんじゃない？ここまでいい感じだよ。上、上、危ない、危ない、挟まれる。落ち着け、落ち着け、俺。よし。いいんじゃない？で、赤砲台に気をつけて、ゴール！よかったー。ベストタイムは絶対無理だけど。パーパー。あー、よかった。クリアできた。来たんじゃん。ベストタイム、やったよ。パーパーバーサス砲台、どっちが勝ったんだろう。勝ったのは俺だね。よし、はい、これで今日は3コースクリアすることができました。また次回の動画でお会いしましょう。次はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。